となる4つの文字のセットを選んでください。最初の1文字を入力してください。2文字目を入力してください。3文字目を入力してください。4文字目を入力してください。地球、意志を継ぐものであることを認めます。ご同意ください。開いたぞ。どうして？単なる偶然？どうして惑星の名前がパスワードなの？ミリア、落ち着け。ここで考えていても始まらん。とにかく中に入ろう。そうですね。とにかく中に入れば何かわかるかもしれませんね。中東へ。ん？あれは地球の世界地図だわ。でも太平洋の中央にある島は何？あんな島はどこにもないぞ。いえ、伝説上の話であればあそこには島がありました。ムー大陸。しかし、だとしても地球の世界地図が一体どうしてここで？あ、人が！危険極まる秘宝ゆえに封印した真実の瞳を求めて訪れた者が横島な心の持ち主ではないことを我々は祈っている。そして我らが引き起こした過ちを清算する力のある者たちであることも。真実の瞳は異空間をつなげるゲートを開くものだ。我々は自らが培ってきたテクノロジーとこの惑星の幻獣種族ルーンたちから授かった紋章術を用いて真実の瞳を作り出した。だが目的に達する前に取り返しのつかない事態が起こってしまった。魔界につながるゲートを開いてしまい、魔物たちがこちらの世界にあふれ出したのだ。それでも我々は実験を中断するわけにはいかなかった。それが数少ない同胞の強い願いだったのだ。我々はただ再び母星へ帰りたかっただけなのだ。これが真実の瞳。うまく理解できん。イリア、一体どういうことかわかるか？旧異種族というのは、地球でいうところのムー大陸からこの惑星に来たんじゃないでしょうか？来たというか、自らの意志とは関係なく、来てしまったという感じじゃないか？ええ。そういえば、バン国王は旧異種族が聖人の姿で大地に降臨したと言っていたな。ムー大陸は隕石の落下で沈没してしまった伝説の大陸。
そしてそこに住んでいた人々は超高度な文明を持っていたという話です。確かそうだったな。仮説ですが、歪曲した空間に巻き込まれて離れた場所に現れるという事例は連邦でもいくつか報告されています。行方不明となった子供が時間的に移動不可能な場所で発見された話とか、隕石の落下で発生した歪曲空間に巻き込まれてということか。だがそれはあくまで一つの惑星の中での出来事だ。地球からロークへなどという大規模な移動の報告例は聞いたことがない。そうですね。でも仮説が正しければ、なぜ真実の瞳などというものを作り出したか説明がつきます。ただ戻りたかっただけ。そう言っていたな。それにさっきのムーア人の残していた話の内容、ムーア国王の昔語りに当てはまりませんか？楽園への真実の帰途をたどるため我らは瞳を得た。しかし瞳が見た楽園への扉は偽り、闇が吹き出し悪魔が世界を包み込んだ。扉を閉めるもすでに大地は死に絶え、我らはその罪に嘆いたか。きっと帰りたいがためにこの星を道連れにしてしまったことを悔いて償いたい気持ちでいっぱいだったんです。でも後戻りもできなくて。それで各国の王家自らの直系の獅子末代まで伝わるように言い伝えとして残したというわけか。真実を知る術はないのですが、運命と嘆くな、勇気を持て、君の獅子末代まで力絶やすことなく伝えられる異文に彼らの思いが込められている、そんな気がするわ。それは真実の瞳。そなたらなら必ずやってくれると信じておったぞ。ではいよいよ魔界へ突入するのだな。はい、シルバラントから南西の無人島に魔界への門があるとか。そなたらの勝利を信じておるぞ。何者だ？ご機嫌うるわしゅう、虫けらども。アストラルといい、ムーアといい、呆れるほど好きだらけだね。何をこそこそやっているかと思えば気にするほどでもなかったか。遅い遅いよ我らが王アスモデウス様はすでに新兵器を完成された。あんたたちにできるのは降伏しかないわ。ふざけるな。俺たちは降伏なんかしないその威勢がいつまで持つかしら。レミア、もう家に入りなさい。それ以外にあんたたちに道はないわよ
逃がすか。大変です。守備兵の報告によりますと、巨大な爆発とともにドゥルスの村が消滅、生存者は絶望的とのことです。なんてことだ。すぐに派遣隊を編成し、シルバラントの兵と協力して救出作業に当たるのだ。生存者は絶望的とはいえ、諦めてはいかん。はっ。一刻も早く魔界に行こう。新兵器をバンやアストラルに落とされたら大事になる。そうですね。犠牲者の仇は僕たちが取りましょう。